もいつもお世話になっております。今回は、グンヒルド・デルーブラムレイ式のダウの解説動画になります。また、AOL とエンプティ主催の固定名レジスタンスに、途中から参加させていただきまして、そこでやられていた攻略をベースに、ギミック解説をさせていただきます。まず、基本情報として、マップとマーカーの参考例です。そして、ボスのダウですが、全体を通して中ボスクラスに当たります。早速、実際のプレイに行きましょう。方向、床に小範囲がランダムで複数出現します。全部で2回来ます。突進、向いている方向の外周へ突進し、続けてまた振り向いた方向へ突進します。ターバブレス、中央へ向かって扇範囲を打ってきます。移動スキルがないジョブは2回目の突進でボスを追いかけておきましょう。ボスを中央へ戻します。ライオン出現、外周にライオンが出現し、向いている方向へ何度か直線範囲予兆から突進し位置を変えます。フレームスピット、1から4のサイコロがランダムに付与され、その順番にボスから火の玉が来ます。3回図のようにサイコロがついた人は捨てに行き、その場所にいるライオンに火の玉を当てて倒します。ショックウェーブ、ボスの左右予兆が来た方へ範囲攻撃が来ます。続けてすぐ逆側にも来るので避けたら移動しましょう。フェラルハウル、ノックバックされます。同時に外周のライオンが範囲を発生させていますので、ライオンがいないところへ飛ばされましょう。ターバブレス、ボスに回転予兆が来て、回転しながらゴレンブレスを打ってきます。ザコ出現、 MT に向かってザコが6匹向かってきます。 MT が耐えている間にザコを処理しましょう。ライオン出現、先ほどの直線攻撃に加えて床にランダム小範囲が加わります。ショックウェーブ、1回目に加えて床にランダム小範囲が加わります。フレームスピット、1回目同様1から4のサイコロがランダムに付与され、その順番にボスから火の玉が来ます。3回図のようにサイコロがついた人は捨てに行き、その場所にいるライオンに火の玉を当てて倒します。ヒステリックアサルト、2名にフレアマーカーがつきます。フレアは南北、他の人は東西に分かれて処理しています。これでダウの解説を終わります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をポチってしていただけるとモチベーションが爆上がりします。どうかよろしくお願いいたします。次はクイーンズガードの解説でお会いしましょう。